はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きはるまりこと、はるきんまりです。さあ本日はこちらは、超高速魔界村シリーズでございます。ということでですね、まあこのシリーズでねやらせていただいてるんですけれども、このねゲームのスピードをね、このベリーファスト、この設定で、やったらもう早すぎて忙しすぎて逆にいつもに比べて簡単にクリアできるんじゃないかという謎の検証をですねしておりまして、今ですね一応ステージ3までかな、クリア しましたということで、本日はですね、ステージ4クリアしていくために頑張っていこうと思います。さあやっていきます。ステージ4は中でイメージだけど、格段に、あ、危ない。格段に難しいんだよね。ちびっこがさ、ちびっこがいすぎて、これやばいね。あんまり構ってると、多分もうほんと、終わるし、もうすごい嫌だ。すでにめっちゃ嫌。あいっ！おほーん！苦しい！やばい！違う。なんで降りちゃうの？やばい！よし、危ない、怖い、やばねえ、どうしよう、めっちゃついてくるな。よし、もう待って、これはもうダッシュするしかないかな。あ、やばい、なんか音激しくない？走れ、あいつやりたいな。よし、もう、いや、やったいや、5、6、5、いいや、やった、いや、めっちゃいる、ちょっと待ってこれ出てくるんじゃないの？待って、ちょっと待って、結構な人いるって、危ない。怖さしかない。あ、いけるね。ちょっと待って、絶望がすごい。いや、こいつはそんな大変じゃないんだよ。裸つらめだよね。どうしようかな。やった、うわあ、いや、やってなかった、やったと思ってた。よし。いやー、まずこっちからやるか。で、一個ずつ倒すしかないよね、多分。上からの攻撃危ない。怖っ。いすぎ。ねえ。何、アリーマンに気づかされ。ちょっと、全然喋れん。ほんと。全然喋れないし、緊張感がね。ちょっと、すぐお尻向けちゃう。ああ、もう、すごい、全部なんかもうたわしに見えるもんね。やばい。
よし、また行くの？そこに苦しい、またこいつ戦うんか。本当にもうあんまりなんていうの、声が出せないぐらい集中してて申し訳ないわ。いけー、本当にね、もうふぅ、やばいな。あと上からの攻撃にも気をつけながら、ほんと上からの攻撃に気をつけたい。やべえ、あれ今気づいちゃった。よし、時間がな、怖いよね。いや、ここまで来た。やった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 、ああ！はい、ということでですね、本日の動画はここまでになります。もうね、あとちょっとというか、むしろボス倒しただろうみたいなところでね、またもや時間切れになっちゃったんですよね。なんか私、この超高速魔界村でこう敵を、ボスをね倒したのに、鍵が落ちてくるところにこうダッシュで到達するまでに時間切れになっちゃうっていうのをね、もう多分3回ぐらいやっててなので、どっちかというと敵よりもね、時間との勝負っていうところがね結構あるなぁと改めて感じているところでございます。ということで、本日はですね、ステージ4、そして5までクリアできそうな感じでございました。あれ 5?6? ちょっとステージ数忘れちゃいましたけど、もうね、先ほどの2匹を倒して、そうしたらついにラスボス姫のところに行けるというねところなので、まあね、超高速魔界村大変ですけれどもね、引き続き頑張っていきたいなと思っているわけでございます。皆さん、続きが気になる方もいるかなと思うし、楽しみにしていただきたいんですけれども、続きは次回ということになります。ということで、次回ぜひですね、お楽しみにしていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。